それでは皆様、はじめに楠瀬直樹監督よりご挨拶でございます。こんにちは。今日は多くの方に足を運んでいただき、なんとか、引き分けで終わることができました。それも皆さんのおかげです。ありがとうございます。今季は、森総監督のもと、僕も初めて、監督を務めさせていただき、途中、調子もいまいちのところもありましたけれども、そういう時も、温かく支えていただき、なんとか、皇后杯を取ることができて、無事、リーグ、少し残念ですけれども、2位になることができました。選手が本当に苦しい時も走ってくれ、頑張ってくれたので、もう一度この選手たちに拍手を上げてください。いいものを継承し、来季は必ず皆さんと一緒にトロフィーを掲げられるよう頑張ります。今日はどうもありがとうございました。続きまして、キャプテン柴田花江選手よりご挨拶でございます。皆さん、改めまして、今日はホーム最終戦にお越しいただきありがとうございます。今シーズンは、リーグ戦は2という結果で終わってしまったんですが、悲願の皇后杯を優勝することができました。本当に私たちにとっても、浦和レッズにとっても大きな成果だと思っています。今シーズン1年通して本当にたくさんの応援を皆さんにしていただき、私たちもとても力になりました。ありがとうございました。そしていつも試合の運営をしてくださっているスチュワードの皆さん、ユース、ジュニアユースのみんな、本当にありがとうございます。皇后杯も取れるように頑張りたいと思います。今シーズン本当にありがとうございました。柴田キャプテンよりご挨拶でございました。ファン、サポーターの皆さん、 WE リーグ元年となりました 2021-22 シーズンもチームと共に戦い、いつも熱いご声援で支えていただき、誠にありがとうございました。今シーズンはウィーリーグ2、そして皇后杯では初優勝を果たすことができました。来シーズンも皆様と共に戦ってまいります。引き続き熱いサポートをよろしくお願いいたします。皆さん、大きな拍手をお送りください。以上をもちまして最終戦セレモニーを終了とさせていただきます。続きまして、今シーズンでチームを離れることになりました柳沢選手よりご挨拶でございます。
の。そして森さんと違って何も考えてきないので、ちょっとどうしよう。
毎日スピードで打ち抜かれ、直田ひかるさんからはビシバシ厳しいお言葉をいただきながら、みんなに必死に食らいついていく毎日でした。ここで過ごした時間はとても充実していて、素晴らしい仲間、スタッフから多くのことを吸収し成長することができました。この経験は今後のサッカー人生だけでなく、一人の人としての基盤となり励みにもなってくれると思います。さよならではなく、いってらっしゃい。
それではサポーターの皆さん、この後選手スタッフがスタジアムを一周して皆様にご挨拶でございます。選手スタッフがお近くに来ましたら、どうぞ温かい拍手でお迎えください。